あ、辻君。はい。今度仕事抜きで飲みに行こうよ。おめでとう誕生日。ごめんね、俺何も用意してなくて。ここどこでしょうか。誰だのあれ。君何してんの。運転してたのは彼女なんです。私じゃありません。彼が運転してました。私、辻さんに油断してるのか。こいつといるととんでもない目に遭わされるんだ。僕みたいにね。先輩、先輩。ちょっとすいません、私が悪いんです。私、どうしようもない女なんです。一度でも抱いたら地獄見ますよ。私は今まで私のことを受け入れてくれる人が私の愛すべき人なんだってずっと勘違いしてました。頭の中で少し前から警報が鳴り続けているんです。彼女は今踏切の中にいます。